鉄道発見伝、鉄兄ちゃん藤田大輔花が行く、今回は山口県岩国駅が集合場所でした。さあ皆さん、はい、行った路線、行った路線ね、はい、どこですか。錦川鉄道、今回錦川鉄道っていうのはもう僕ら3人にはもう最初から共通な話題があったと。そうなんです、うん、誰も行ったことがなかった。今回が初体験、初錦川で、ね、運転体験やらせていただいたということですが、運転体験というともう南さんはね、前やらせていただいたタルミテストやらせていただいたり、はい、いろいろしておりますけれどもですね、こうやって、いわゆる対決でですね、これ、いわゆる厳正なる審査の上でこう対決するっていうのは今回が初めてなので、一体どんな結論になっているのか、どんな結果になっているのか、はい、あと忘れちゃいけませんよ、はい、トコトコトレインのね錦町終着駅から、はい、またまたそこから先また伸びてるんですよね。はいはいはい、はい、もともとね、線路を敷く予定だったところの一部区間が完成していたのでですね、そこを活用して走ってるトコトコトレイン中ですね。そうなんです。これまたねちょっとユニークな、うん、乗り物があるんですけれどもね、これ我々も乗りました、うん、乗りましたね、皆さんとはちょっと違う乗り方をさせていただいたので、そのあたりもご注目ください。普通のこの錦川鉄道の方もですね、はい、あ、私乗ったことがないですその区間おっと、その乗り方はその会社の方もびっくりでございます。乗られたことない方もいらっしゃるぐらいの変わった乗り方をしましたので、ハプニングに巻き込まれた末のものでございます。さあそこで僕たちは一体どんな行動を取ったのか、このあたりに注目です。鉄道発見伝、鉄兄ちゃん藤田大輔アナ役、日テレプラスチャンネルで放送でございます。 CS ケーブルテレビなどでオンエアしてますので、ぜひご覧いただきたいと思います。それでは参りましょう、はい、せーの、出発進行。